東海オンエア46道府県旅行の旅 in 和歌山というわけで、東海オンエアの旅行の旅企画全組み合わせを終えて2週目に入りました。シーズン2です。僕が一人なんですけど、しばゆうなんですよね。僕の相棒は名古屋から新大阪のね、新幹線が席別だったんで、新大阪のホームで待ってて、しばゆう来ないなと思ってたら、20時に新大阪に着くのに20時4分に起きたってバカですね。しかもその間に虫眼鏡のチンボを晒してますよ。あいつ面白い男ですね。だから今ちょっとタクシーでスレスレ眠ってますよ。愉快な男です。というわけで僕は温泉に行ってきます。お疲れ様です。いやお疲れ様です。なんかいろいろ大変でしたね。ええ、まずチンチンだよ、チンチン。チンチン出ちゃったね。危なかった危なかったね。危なかったね。チンも出ていくよね。なんでお前は一人で神戸まで行った。もうボロボロだ。ダメだ、おしまいだ。もうなんかいろいろひどくて爆笑してても、ね、一人で新幹線で新浜に向かいながら、あいつ何なんだよって思いながら。ポツンと一軒だけあります、北勝ラーメン。ほんとなんか地元民しか来なさそう。ここでラーメンを食べます。人の家みたいですね。人の家だね。めちゃめちゃアットホームな店。人の家です、ここは。これよくあるラーメンかと思いきや、洗練された味がしますね。うまかったね、北勝ラーメン。うまかった、ちょうどよかった。さあ、ホテルに行きましょう。ホテル行こう。ホテルね、怖い、すごいんで、食べましょう。イエス。はい、ありがとうございます。どうも、楽しみにします。いやよかったよかった。ちょうどよかったね。さあ、次こそホテルに帰りましょう。マジで帰ろう。ホテル川急って言うんですけど、なんかバブルの時代に建てられて、マジで数百億かけて作られた。やばすぎる。部屋ルームツアーしよう。すごいんだよ。すごくない？重役？俺は。でしょ。ここめっちゃファラオっぽいしね、なんか。本当だ。めっちゃエジプトだよね。めっちゃ。いや。で、ここが寝室なんです。これシャンデリアとかやばいわ。そうね、さっき言ったスナックでね、完璧なプランを一緒に立てたもんね。バツ1とバツ2が来たな。みんな分かれてるからな。2019年最高の朝だったね。いや、やばい、本当にやばい。マジでよかった。7時に起きて大浴場にいたわけですよ。そしたらなんとサウナ、なんと、しかも最上級の、ちゃんとしたね、フィンランドサウナがありまして。まとってんだよね、オーラ。今まとってんだよ。今スープ最高な、普通に今までで最高のサウナだったけどな。やばいよね、だってそう、普通にそうだった。オーシャンビューの露天風呂とかね。というわけで今日は白浜を観光していきたいと思います。はい。まあなんか熊野古道とかね、那智の滝とかいろいろ名所があるんですけど、ちょっと散らばってて、そういうとこ回り出すと1日じゃ足りないんで、うん、今日は1日で白浜を満喫したいと思います。はい、俺ん家です。すげえ、やっぱファラオさんってお金持ちなんですね。もちろん。これが日本の別荘。よく来て遊ばれるんですか？日本の友達集めてパーティーします。あー、すごい。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。向かいのリムジン来たんで行きましょう。ドライビングファラオ。建物たちを見てね、バブルが弾けた音がする。ね、弾けてんだよな。なんか一昔前すごいリゾートとして栄えたんだろうなっていう感じがね、すごいするんだよね。迷ったー。おい、テーマパークがあるって噂だぞ。なんでこんな地元の人たちが通らみしとってんだ。駐車場広すぎてフェスやるかと思うわ。ここでフェスできる。マジで広いな。ここでロックフェスできますね。余裕でできるよ。アドベンチャーワールドですよ。来たー。白浜の目玉、アドベンチャーワールド。はい。どうやらね、大パンダワールドってわけですよ。アドベンチャーワールドって名前めちゃめちゃ攻めてるじゃん。攻めてるよね。代表しすぎだよね。すごいよ。一発目ここで遊んでいきたいと思います。いや、ゾウすごいよ、すごいよ。なのになんか不遇じゃね、ゾウ。でもうここはもうパンダしか押してないからね。草食ってら、入り口のなんかガリみたいな感じでゾウ置いてあるからね。食べてないね。良い闇に草むしり。
すげえこましい花が咲き膝祭りなんでそんな意味わかんない歌詞が一瞬で思い浮かぶのかわかんないすごいなすいませんすいません、ヨネさんこれは何これ何これ何なんでいや、これはすごいでしょここにこれ置く意味は何だろうハマった何が芝ハメパネルだ分からんな、怖いもんな、顔観覧車無色すぎでしょ曇り空とマッチしすぎ普通観覧車カラフルに赤、青、黄色なんかやるでしょなんであんな無色なんか面白いんだよななんかね、なんか面白いんだよ面白いんだよね、ここ馬以外が雑すぎる絶対雑いや、絶対雑このパンダ、これイルカって馬はなんか既製品のなんか絢爛なやつなんだろうねのぺーっうわ目大丈夫あれ何あれカバーガーですあそういうことカバーガーかあれ哲也が考えた伝説のモンスターみたいなデザインしてるなんかね、ふれあい広場ってとこに迷い込んで、うん、すごい動物が走り回ってんだよね小学生が、あー YouTuber だーって言ってふれあってきましたね哲也ですかって言いながら哲也じゃないこちらが、ウサギっぽいカピバラです失礼しますあ人に慣れてますなんていう動物ですか分かんないし、何求めてんだろう何考えてんのか分からねえな、こいつらは逆にただの犬なのか犬は綺麗だろ逆すぎるだろおパンに会いたい今度こそおパンを見つけましょう遭遇できずにサクサクパンダをコンビニで買って食って帰る羽目になってしまう不毛です沖縄のシーサーが出迎えてくれてますなぜかねめちゃくちゃなぜかね俺らがパンダになる予感してるやばい俺らが客寄せパンダかもしやうわかわいいな、どう考えてもおお、来た来た来た、かわいいかわいい、本当にかわいいすごいなうわ、引きずろめちゃめちゃいいデザインしてるよな、パンダってねなんであんなおもろいんだろ垂れ目の白の目だけすごい、かわいい今ね、その動物園の目玉のパンダさんたち見たから今度遊園地の目玉のジェットコースターを1個だけ乗っておこうとそういうわけで来ましたよレッツアドベンチャーそれではお待たせいたしましたビッグアドベンチャーコースターまもなく出発いたします、はい、それでは行きます、はい、せーのレッツアドベンチャー行ってほしいこれから様々な意見をお待ちいただきますのではい、脱着ですありがとうございました内臓やべえ楽しかったちょうどよかったね絶叫ではない絶叫ではない楽しいって感じ早い乗り物、うん、おおまあ、僕にね非常に親しみ深い動物を見つけましたよ、うん、ほんこちらですおラクダさんじゃないですかこいつはめっちゃ仲いいんすよもしかして王室お抱えのコブが前後あるんですけど、はい、前後両方ともが左右対称にまっすぐなってるのが、うん、いいラクダなんですよあ、いいラクダなんだで僕らみたいな王様は左側のラクダ乗ってで、まあちょっとお抱えの人たちが右側のラクダ乗るって感じになりますねなるほどなるほどちょうどまたさ、エジプトの壁画に次いでラクダもいるっていうねなんか和歌山エジプト説全然意味わかんないよ、それはあ、王の威厳に反応したどういう動画だよいやー大満喫楽しかったねうん楽しかったなんかねいろいろ完璧じゃないところがいいんだよねうんすごい良かったどれどれ一番だってここで覗いて何かしら腹を満たしましょうえー、じゃあこっちだねじゃあまずりょうくん踊りおでも踊ってるよねそんな踊ってないよだって切れてんだもん死にたてのエビいただきますえ歯ごたえがすごい未だかつてないゴリゴリうまっ今この場でだよおー大丈夫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 
食べた。うわすごくない歯応え。ゴリゴリやん。でしょ。大丈夫だった？パンパン。床の味しない？ちょっと床の味する。あ、ちょっとするんだ、ごめんね。あと大丈夫だ。大丈夫。うまっ。究極海鮮丼のコーナー。あー、どっかしらで白いご飯をもらい、はい、そこで歩きながらお刺身を乗せていき、究極の海鮮丼を作るっていうことができるよみたいなこと言ってたね。そう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 、それちょっとやってみたいなと。じゃあもうこっからちょっと海鮮して作って、あー店が1個ウェーイ。あー、なるほど。どうですか？いいっすね。それぞれオリジナル海鮮丼作りましょう。はい、できた。よっしゃー、こちらです。ドン。ホタテ、イクラ、タチウオになります。おお。このタチウオはやっぱ一つぐらいね、和歌山県産を入れたいなと思って。なるほど。和歌山県産のそのタチウオ、もう取れたてのね、やつを目の前でさばいてもらって、おお、ここに盛り付けました。タチウオね、光ってるな、タチウオ。タチウオキラキラマジでキラキラなんだよな。うまそう。こちら、ドン。珍味の上にアワビ乗ってるよ、ドン。別にまずくはないんだろうね。いやね、盛り付けのセンスはないけど。まあないね、うん、このアワビ4500円しました。すげえ。全部で野沢菜、ユッケ風ホタテ、これは、これはクジラの肉です。カニトロです。へえ。カニトロ。お気づきでしょうか、イクラの中に緑色のイクラがありますね。おお、ほんとだ。これね、わさビーズです。何それ。わさび。わさびのイクラ。これはわさびのイクラです。人工ってこと？いや、わからん。うん、あ、うまい。タチウオ、わさびゴリゴリですよ。スナックの人が言ってた牛乳ソフトを買ってみました。りょうくん、え、牛乳ソフトね。え、めっちゃおすすめされたもんね。いやいや、違うじゃん。さすがに食べないとなと思って。いやいやいや、ちょっと待って、その右手に乗ってるのクレミアだよね。これはクレミアです。クレミア大好きで、牛乳ソフト頼まないとなと思ってたけど、いざ頼む時になったら勝手に口がクレミアって言ってました。続いてる場所はエネルギーランド。エネルギー、何があるのか。いや、名前とかってんだよな、またエネルギーランド。白浜なのに結構背負い、ね、背負いがちだよね。え、お、やばい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 。はい、こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか？ほほほほほほ、ほっぺた、あご、あご、がく、金払えて、金払えて、金払えて。あ、めっちゃ近い、めっちゃ近い。めちゃくちゃ近い。すごく近くに来る。あ、近くに来る、近くに来る。おお、すごいすごいすごい。すり足でやってくる。すり足でやってくる。すり足。あ、すごい。追い詰められている。追い詰められている。壁際に。壁際に追い詰められている。バイバイですか？エネゴンだって、この子。あ、エネゴン？エネゴン。どんな人が入ってるんだか気になっちゃうな。いや、入ってない入ってない。ダメダメダメ。中に4箇所あるんですけれども、ちょっと上映中の作品もあります。チラリしてきた。チラリ、チラリの領域ではない。チラリの領域ではないくらい近づいてくる。あ、やっぱり近づいてくるな。やっぱり近づいてくる。エネゴン、エネゴン控室入ります。バイバイ。まず面白ミラーですね。いい感じ。おー、いい感じ。なあ、金くれよ。うん、気持ち悪いですね。金くれって。そりゃそうじゃ、そりゃそうじゃ、そりゃそうじゃ。博士のエネラン和歌山弁健康座でございます。じゃあ例題いたしますんで、はい、それどういう和歌山県なのかっていう当ててもらっていいですか？はい。あがらのジテコンもじけでサブイボズツナエビ。それ待って、マジで難しい。日本語になってる、文になってんの？本当になってます。あがらのジテコ。新しい自転車が壊れて鳥肌立ってつらい。ああ、惜しい。惜しいんだ。あがらが自分たちですね。おお。あがらの自分たちの自テコ、自転車がもじけて壊れて、私たちの自転車が壊れてサブイボ、鳥肌立って頭痛ない、苦しい、調子悪い。ちっちゃい子が間違えたみたいなやつじゃん。それではミステリーゾーンに入ります。ミステリーゾーン。ミステリーゾーンは人の感覚を狂わすアトラクションです。じゃん。うわ、なんかすごい。立てられ…立てない。あーあーあかん。大丈夫大丈夫大丈夫。嘘だ嘘だ。
うざすぎ。本当に素直な名前は。何してんの。この状態がちょうどいいんだよね。まっすぐ向こうに歩いてみて。いきます。これマジだからな。マジマジマジ。気持ちはわかるもん。ソファーに座りゆっくりと手を使わずに立ち上がってください。立てない方が嬉しい。立てない方が嬉しい。立てない方が嬉しい。立てるんけい。立てるんけい。手を使わずに立ってください。イエス。うん、なるほどね。なるほど。わかるよ。いいな、楽しそうで。俺もやりたい。ずる。どうやってそんなに全て洗脳されていくの。おお。嘘。よかった、お前とで。二人ともこれだってできなかったら全然面白くないから。おー、すごい。お面白い。だからこうやって撮ればこう、ほら、すごっ。めっちゃお前が斜めになったってるみたい。やばい、腰やりそう。トリックで怪我するの。おもろすぎる。トリックで。あ、でも意外と、意外といける。おお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 やめてよ。嘘だろ。嘘じゃん。すごい。すごい。これはすごい。手を使わずに階段登ってください。ちょっと俺も今できるか心配になるぐらいヤバかった。手使っちゃダメだよ。絶対ダメだよ。手すり持っちゃダメだよ。絶対ダメ。頑張れ。上がれ。嘘でしょ。上がれ。いけ。これは無理。これすごいよね。うわ、やばい。やばいわ。やばい。なんだこの状況。断崖絶壁だもんね。やばいやばい。待って、これやばいな。これやばいよね。悔しい。うわ悔しい。うわあ。お、いける。ああ。俺二つだけで燃えてるわ。はい、背が高えやん。それは楽勝でした。ゴール、お疲れ様でした。なんだこれ、ただ作れただけだ。まだ15時っていう、なんかすごいね。めっちゃいろんなことしてるよ、ね。うん、もう移動時間がゼロでほぼ全部遊びだから。確かにすごいよね。あ、確かにでかくなってくる。でかくなってる。でかくなってる。あ、椅子はない。何もない。危ないって。危ない。よくかわいい。さすがにこの内容が濃いエネルギーランドももう一通りは大体見れましたね。もうやったね。いや、ちょっと本当になんか今一日遊び尽くしたぐらいの気分なのに、まだちょっと時間あるんだよね。ね、もう一個。おお。今俺がつまずいたの。俺がつまずいて俺がおおって言うなら分かるけど、人のつまずきで勝手に驚かないで。車で走ってたら千畳敷っていう見覚えある字があったんで、とりあえず、うん、あ、寄ろって言って寄りました。そしたらね、この圧巻。見て、波すごい。やばい。やばいやばいやばい。こわ。やばいやばいやばい。しかもこれね、嵐の前だからね、本当にやばいと思います。すごいね、迫力すごい。すげえ。これはもう、面白いこと言えないわ。すごすぎる。すごい。いや、これはすごい、本当に。水多海見て水多っていう感想はやばい。爆発
出してんの。うわー、そうでしょ。イエーイ、大爆発が起きてんの。ここは三段壁か三段壁か三段壁かよくわかんないですけど、壁かな、壁かな。これはすごいわ。こりゃすごいですね。いい急くさー確かに急くさ。うわ、そこすごくね。あの R でブロック積んでるとこ、この環境下で確かにやばくないこれこれマジ気合いじゃんすげえ綺麗だし、確かに元建設の人からしたらあれはそそるんだ。いや、あれやばいだろ。いや、こっちです。ここ、いや、波です。 R でブロック積むのやば。俺もわかるけど、ここ綺麗に。俺も建築学科だからわかるけどね。すごいな R で、それをやる。いや、でもすごいのは波、自然の凄さと人間の凄さを感じる。融合してるわ、ね、三段壁、三段壁洞窟行こう。あれ、やっちんちんやっちんちんですねいや、まあそりゃそうか。そりゃそうだ。確かに波半端ねえもんな今日。多分波半端ない方だね、うん、違うか。いや、もうなんかこの甲骨感すごいからね、うん、いや、撃たれた人、それは撃たれてないって気持ちよさそうなの。もう一回やって。いや、撃たれてるって撃たれてるよ、絶対。恋人の聖地は全国に140カ所あるらしいということで、鍵を買って僕がね、じきじき名前書いてあげました。りょうくんの恋愛成就を願って。そういうところじゃないじゃん。え、もうこれ、ね、叶った人がここに名前書いてここにつけていくんだよ。いや、それはもう引き寄せの法則的なやつがあるじゃないですか。もう叶っていると思い込むことによっても向こうから舞い込んでくると。りょうくん、彼女いない大学ずっとね、在学中じゃないですか。まあそうですね。誰か見つかってほしいんですよ。はずいからやめて。もう本当いい人に出会ってほしいという、はい、意味を込めて。ありがとうございます。この鍵を、はい、どうぞ。お前の名前が書いてあるな。りょう、芝居って書いてある。お前の名前じゃんこれ。前の旅行のためもさ、仙台のなんかいい景色のところで最後にね、いい感じになって終わったじゃないですか。もう今日もそういうことっすか。そういうことですよ。はい、ここにつけました。恋愛成就になるといいです。嬉しいです。ってことで、もうこの旅行の旅これで終わりですかね。終わりっすね。もう白浜はほんと満喫できたね。いや、めっちゃ楽しかったな。めっちゃ楽しかった。クソ長かったんだけど一日ね。なんかほんと別に何の失敗もなくね、最初以外何も失敗なかったから、めっちゃスムーズに全部遊べて楽しかったな。強いて言うなら俺がトリックで腰をやったっていうことですかね。最後の最後にね。いや、本当に非常に和歌山県当たりでございました。当たり県、素晴らしい。和歌山まだ見どころいっぱいあるもん ね。白浜しか行ってないんだよ。白浜だけのこの狭い面積で、うん、この充実感。じゃあ、りょうくんの恋愛が叶えますように。ちょっと待って、ちょっと待って、くっさ